だけだから動かせるから動かしちゃおう。ちょっと待って、こちら、あ待って、どこまで、どこ、あ見て、台の指が邪魔なんで、ちょっとごめんね、洋服すごい洋服を、あこのぐらい、見て、美味しそうでしょ。あとね、あとね、お茶があって、ヨーグルトがある。ヨーグルトは、ヨーグルトこちら、はい、です。美味しそう、早く食べたい早く食べたいっていう、美味しそう、食べます、いただきます。お腹すいた、うわ嬉しい。お箸全部水玉、食器かわいい、そう、ああいうの好きな、いちご好きです。いただきます、ちょっと待って、いただきます。え、何から食べよう、うんと、ほうれん草から食べよう。いただきます。みんなもお昼ご飯食べてね、一緒に。いただきます。うんほうれん草のごまえ好きなんですよ。うんうんうん、おいしい、うわおいしい、かぼちゃ、うん、かぼちゃ食べよう、かぼちゃ食べます。次、いただきます、全部にいただきます言っちゃう愛ちゃんほうれん草食べれます。小松菜とかは食べれないけど、そう、ほうれん草大好き。美味しそう、美味しそうじゃない美味しい普通に間違えた。美味しそうに食べるねってよく言われます。たまにね、普通に食べたらもっと早く、もう多分今でね、おかずなくなってるんだけど、ゆっくり食べようと思って、今日はそう1時間かけてゆっくり食べていく。わあ、どっちから食べよう、おにぎりでも梅と鮭なんですよ。わあ、どっちから食べよう。見て、おにぎりが愛の好きな、あのね、これなんだっけ、十三国ご飯かな、どっちだろう、なんとかご飯愛の好きな、待って、卵焼き食べよう、あウインナー食べよう、先ウインナー食べます。うん、うん、おいしい。ご飯食べながら配信するの久しぶりじゃない？ね、いつぶりだろう。卵焼きも片方食べたい。全部一種類ずつで全部食べてってる。いただきます。うん、おいしい。うん、うん。あ、おいしい。そう、大きい、甘いですよ卵焼き。そう、あ、いや、甘くないとね苦手なんですよ。そう、そう、ママとパパが作ってた、あゆが自分の支度をしてる間に作ってくれた。そう、うん、おにぎりは手で食べるもの手で食べるものなんでじゃないの、手で食べていいかな。
ファジーの方がいいかな。ね、のりついちゃいそうだよね、手に。うん、お箸で食べるのにちょっと変だけど。うん。で、待って、その前にウインナー食べよう。冷めちゃうとね、ダメだから食べます。うん。うんふん。そう、お箸だと絶対食べにくいのは分かってるんだけどさ、海苔つかないかな、平気かな。やっぱお箸で食べよう。手についちゃうと嫌だから。どうやって、どっちに向けよう。こうかな。え、さっきから食べよう。いただきます。うん、うん、鮭です、鮭。うん、うん、うん。待って、5枚食べるね、5枚食べるねっていう。うん、え、嬉しい。12月の個別生写真、かわいいね。だって嬉しい。うん、うん、うん、食べた方が食べやすい。シンプルに食べやすい。ほうれん草美味しい。ほうれん草本当に大好き。次どこを食べようか迷ってる。ここ、ここかな。本当に食べてるときすっごい幸せ。うん、結構ボリュームあるよね。うん、全然まだ、全然お腹ね、全然余裕です。まだ10あったら1にも足してないくらいです。まあでも食べきってないかもからっていうのもあるけどね。そう、うん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 。みんなお昼ご飯何食べるんですか？食べたんですか？食べたんですか？食べるんですか？どっちなんだろう。みんなは何食べました？うん、うん、そう、おにぎり大きい、嬉しい。大きいのかな、なんか普通な気がする。どうなんだろう。肉まん食べた、油そばとおにぎり、まだ食べてない。うん、うん、
うまかっちゃんのインスタント、おお、しーちゃん、うーん、うーん、唐揚げ弁当だって。ね、まだ朝ごはんも食べてない、食べてお腹空いちゃいそう。うん、ラザニアだって、好きよ、今ラザニア美味しい。口に入れすぎて喋れない。うん、ラーメン食べてるって、マグロだっていいね。どうしよう、豆腐ハンバーグみたいなの食べよう。枝豆が入ってます、おいしい。あー、どうしよう、こっから今ね、今ね、卵焼きとかぼちゃと梅のおにぎりが残ってるんですよ。ヨーグルトは一番最後じゃないですか。わ、どこ食べよう最初に。わあ、迷うな、お茶飲もう。美味しい。わあ、幸せそうだって、幸せ。うん。スッキー爆豆腐にきな粉蜂蜜で食べると美味しいだって。やだー。でもね、まあ味覚人それぞれだから。美味しいかもしれない。やってみたら美味しいかもしれないもんね。なんだろう。わらび餅みたいな、そう、お餅みたいなね感じで美味しいかもしれない。なくなっちゃうなくなっちゃう。
美味しい。ずっと歌ってる人の曲を。そして最後に選ばれたのは梅おにぎりでした。みんな当たりました？予想してたかな？予想予想外でした。だってそう梅です。もうなくなっちゃう。ゆっくり食べてたけど意外とさすぐ終わっちゃうね。だってまださ、さっき15分出てたから、まだ多分初めて20分ぐらいしか経ってないかな。意外と、うん、あっという間に終わっちゃうね。おかわりあるの？だってどうだろう、ないかな、わかんない。ちょっとまた喋れなくなります。ごめんね。ごめんねって先に言う。すごいってきた。嘘。
うん、美味しかった。あとはヨーグルトしかない。うん、あとみんなあれぐらい入れないのかあれだけさっき見てたけどね。いただきます。ヨーグルト、ヨーグルトちゃん。いただきます。これは愛の好きなナタデココとイチゴが入ってます。うん、そう、ナタデココ大好きなの。寒くないってきた。今平気。お家の中にいるから。多分ね、外行ったら寒い。うん。おいしい。おいしい。じゃあみんなイチゴはどこで食べるんだろうと思ってるよねまだ残してる。そう、好きなものは最後に食べたくて残してる。いちごだいちごだって、おいしい。食べ終わっちゃった。ごちそうさまでした。食べ終わっちゃいました。でも食べ終わりました食べ終わりました。でも食べ終わりましたって。ごちそうさまです。美味しかった。美味しい。まだね、全然食べれるまだ全然食べれるっていう、まだ全然入ります。わあ、美味しかった。最初にイチゴ食べる人なんかもいるよねって。ね、いる。でもあゆはイチゴの、イチゴの上じゃない、ショートケーキじゃなくてケーキの上に乗ってるイチゴあるじゃないですか。間のはそのままだけど、上に乗ってるイチゴとかは最後に食べる。そう、あの大きいやつ絶対最後。腹何分目だって？10のうち
3ぐらい、3ぐらいかも。まだ3、まだ全然同じのね3回ぐらいいけると思う多分。まだ、うん、美味しかった、幸せ、食べてる時は本当に幸せ。全然足りてなかったなんか本当にないね。中学校の時のお弁当もね、そう、まだ、あ、まだいけるって思ってた。そう、おかわりお願いしますいそうよ、ほんと意外と食べれるんですよ多分ね。結構ね食べれないって感じな、ね、なんかそういう感じのイメージがそう多く持たれてるんですけど、だからそう食べれるんですよねって言うと結構驚かれる。そう、うん、テテ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 、そう、もうなんか嘘だと思われちゃう。そう本当にそう嘘だと思われる、いっぱい食べれる。ちなみに、あ、小食っぽいってやっぱり。ちなみにこうさっきも言ったんですけど1時間配信なので何時から始めたんだろう40分ぐらいかな。あの1時間経ったら教えてください皆さん、よかったら。はい、よろしくお願いします。1時間くらいしたら、1時間経ったらかな、よろしくお願いします。そう、全然もう、うん、何だろうね、何が分かりやすいかな、例え的に何が分かりやすいんだろうね。これは何個いけますみたいな、なんか例えられるものがないな。あ、でもいちごは115個食べたことあるし、そう、でもそれでもなんか次の日何かあったのかな、多分次の日か、多分もうすぐに何かがあって、そう、まあお腹もまあ 100個食べると100個前後で、そう、すごいパンパンになってくるけど、そう、もうちょいいけたけど、そう、なんかそう近くに何かがあるときは抑えてるそう、抑え目。そう、餃子何個ですかって、餃子はそんな何個も食べることはない。でも何個いけるんだろうね。全然でも多分やってみたら分かるかもやったことないから分からないって、やってみたら分かるね。あと30分で1時間だって。お、じゃああと30分ぐらいお話ししておしまいにしたいと思います。お寿司何回いけるって、お寿司もねそんなやったことないんですよねお寿司もまあ大体もういいかなって時があるじゃないですか。なんだろう、やっぱさ、なんかサーモンとかいっぱい食べちゃうとさ、あんま食べれなくなっちゃうじゃないですか、後々油で。だからそういうのでも、ああもういいかなって思ってやめることはあるから、まあやってみたらわかるかもねこれもだからあの千代チャンネル出たかったんです。ああいう千代さんのお寿司のやつ出たかった。ぜひあのだね、皆さん見てる方で千代さんに一緒にやりたいって言ってたよって伝えてくださったら嬉しいです。ファンの方を通じて伝えるっていう、 LINE 知ってるけどよろしくお願いします知ってるのに頼んじゃうっていう、うん、言ってたよって。ぜひぜひ、ラーメンとか大盛りする、だってラーメン食べない、ラーメン苦手なんですよ。そうだから食べないからわからない食べないのよ。そう、
チオチャンネルの企画で一緒にいちご狩りとか行くのもいいな。あ、ぜひぜひチオさんにお伝えくださいファンの方に頼むっていう。ぜひぜひ行きたい。そう、全然食べれる。レイちゃんが餃子配信してるイメージ。あ、でもこの間レイちゃんと会った。いつだっけ、あ、レースの時会って、ついこの間だね。久しぶりってなった。そうなりました。ですです。わんこそばなら何杯いけると思う。あ、なんかね、ツイッターに載せたと思う。前何杯だったっけ。ツイッター載せたので、よかったら皆さん、あの、振り返って見てくださったら嬉しいです。スクロールだけして見てください。よかったら。たこ焼きだって、ゆかるんさんは。たこ焼きもやってみたい、ゆかるんさんとはははって。あ、嬉しい。セッタン T シャツ予約したよ、だって。嬉しい、ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。やったね。いや、嬉しい。そんな感じでご飯食べる配信でした。あ、ね、そう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 、ちょっと話変わるんだけど、今ね、足を見て気づいたの。昨日さ、あざの話したじゃないですか。なんかね、増えてるの、あざが。驚きじゃない？違うの、1個増えたの。左足、しかも同じ足。あ、え、待って、右もできてるもうなんかすごいできてるじゃんって感じでしょ。何個できてるんだろう。 1,2,3,4、 あや、4 5、6、6個できてる、足だけで。驚き。じゃあ、たぶんぶつけるんですよね。今みたいに、今みたいに。そう、さっき今ぶつかったじゃないですか。そう、今みたいにぶつけちゃって、すぐできるっちゃう。そう。でも膝は、今、あの、6箇所のうち2箇所膝なんですけど、膝は、もう何でできたかは、もうわかるんです。何でできたかもうわかってる。でも一箇所なんでか分かんない場所がある。なんでなんだろう。ぶつけたのかな。ね。驚き。寝て起きたら増えるパターンだって。それ絶対寝てる間にさ、ぶつけてるよね。でも、ね。あ、でもね、さっきね、どこかもぶつけたの。多分こっち右足だわ、さっきぶつけたんですよ。違う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 、右足は昨日だ。昨日ぶつけた、ここ。昨日ぶつけました、右足。昨日ぶつけたので、6個中2個、もう6個中4個原因が分かった。あと2箇所分かんない、なんでか思い出せないっていう、そう、報告すごいどうでもいい報告をするっていう。はい、そんな報告でした。でもさ、なんかもう、なんかもう、なんかさ、いや、ザーは小さい頃から作りすぎてて、なんかもう何にも驚かなくなった。そうあ、もうこのぐらいぶつけたらまあできるかなみたいな。そう、もうそのぐらいになってきた。お友達みたいな、そうそう、お友達みたいな感覚になってます、もう今は。そう、そんな感じ。あのね、特にね、あれね、多分今までで一番できたのはあれです。あの、吉政さん公演のエスケープドルフィンやってたんですよ。そう、途中で多分見てた方わかると思うんですけど、そう、ドルフィンをね、そうやってたんですけど、その練習期間も、そのさ、ドルフィンができる人間じゃないから、そう、練習いっぱいするんですけど、してしたんですよ。そう、してて、
まあもちろん床でやるじゃないですか、やわやわなところでやってもできないから床でやるから、そう膝がもうあざだらけになるっていう。そうだから吉松さん公園にいてるときいつもあざを作ってたそう作ってたっていう、うん、悲しい。そう、もうだって一日に多い時は10回ぐらいやってるし、あでもなんかお、なんだろう、レッスン上でやる時はもうちょい練習してるし、そうレッスン上の方がさやっぱ本番同様にできるからもっとやるから、そうすごいあざまみれだったあの時。そうでもね、でなんかでもさそれで練習してできるようになったから、それはもういいあざ、いいあざだなみたいな思いましたいいあざも悪いあざもあるのか分かんないけど、そう思いましたね。そう、うざならいいのに。だってうざもドルフィンあるけど、ドルフィンやる人やったことないんですよ。あのあのプロのこう立ってこういうやつやってる人をやったことある。そう板野さんのポジションをやらせていただくことの方が多くて、そうが基本なので、そう板野さんのポジションが基本的にそうやらせていただいてるから、そうこっちの振りしかまだ、うん、やったことないね。ドルフィン組まだなったことないから、よしって思ってたんですよ。そう今までやったってそうドルフィンできないから、ああいう腕の力もお腹の力もそんなないんですよ。全体的に筋肉そこまでないから、そうよしって思ってたらまさかのエスケープでドルフィンが来たっていうそう本当にびっくりでしょう。そうっていう、だから多分アユがあの吉松さん公演の時にエスケープで出てきた時は、エスケープで出てきた時、残ってた時か、残ってた時は絶対アユのファンの方はみんな驚いてたと思う。まさかこんなダンスナンバーを踊る日が来るとはみたいな、踊れるのかみたいな絶対思ってたと思うんですよ。アユも思ってたんですけどそうこんな踊れる方の中にアユが混じってしまっていいのかって思ったんですけど、そうでもできることはやりましたね。そうやっていきましたっていうエピソード、朝のエピソードです。ですです。ともちんさんですね。そう板野さんです。そうです、そうです、板野友美さん。そうなの。まあ今まで何が一番難しかったかな、ダンスを覚えるの。あでも初恋よです。はい、これ今までも言ったことあるかな、初恋よこんにちはが一番難しかった今までやったどの曲よりも、ダンスナンバーとかよりも一番難しかったかも。じゃいくら練習しても入ってこなくて頭の中に、そう大変難しかった。うん、そうすごい近寄るっていうノーウェイマンとかよりも全然初恋よこんにちはです。あゆはまあ人それぞれだろうね。うん、そうだよね。それかな一番難しかったの本当多分意外だと思う。一回コテって転んだのがアンデマで映ってた記憶。転んだやつ、転んだ初恋よで、アイドル歌割のとこ、歌割の前、あれね、そういう振りなんですよ。そう、そういう振りだけど、なんかみんなに転んだ転んだ言われてちょっと嫌になっちゃって転ばなくなったの。そう、そういうなんか優しめに座るようにした。そう、本当は転ぶ振りなんです、あれ。そう多分そこのことかな、違うかな、
あれそれ以外で転んだ記憶ないんだよね。そう、転んだっていうか転んだふりをしたるしたるしてるところがないから、多分そこのことじゃない？吉政さん、吉政さんで転んだことあるかな。ん、何の時だろう、わかんないよ。なんだろうな、なんだろう、吉政さん、ん、何だろう、何の曲だろう、全然思い出せない。なんだろう、まあいいか。なんだろう、わかんないや、まあいいや、まあいいやっていう。あ、でもあれでコテってなった。なんだっけ、MT 公演の負け男を初めて出演させていただいた時かな、の負け男で2回公演だったよね確か。多分2回目の方で、そうコテってなった、座るところでそうコテってなった。まあ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 、まあそれぐらいかな。あとなんだろう、でもほんとなんかね、公演ね、公演ですねいろいろあるね、公演は。そう、いろいろあります。いや、あともうちょっとかな、あと15分ぐらいだよね多分、時間的に多分15分ぐらい。もうちょいお話ししておしまいにします。そう、あとなんだろう、でも難しかったのはそれぐらい。あとなんかあるかな、難しかったの。あ、全然わかんない。初恋よこんにちはが一番もうパッと浮かぶ。これ多分そうなんだろうね、一番難しかったんだと思う。うん、です。みんな的に何が難しそうですか、見てて。あ、この曲難しそうだなみたいなのあるかな。あ、この曲難しそうみたいな、絶対できないんじゃないみたいなピノキオ軍もかなりハード、ハードだけど難しくはない。ハードだけどね、あのね、膝が結構膝と腰が結構大変だけど難しくはない、ないですね。そうだから膝と腰を鍛えてからのピノキオ軍の方がいいと思ういいと思うって。そう、鍛えてからのピノキオ軍おすすめ。僕たちは戦わない、もう、あ、要は大丈夫、大丈夫ですね。僕たちは戦わないは楽しい、やってて逆に楽しいです。だからツアーで、そう、3回できたのがすごい嬉しかった。そうそう、しかもね、そう、あゆが一番最初に入ったチームが木崎チーム B だったじゃないですか。木崎チーム B は もちろんキャプテンがユリアさん、ユリアちゃんじゃないですか。ユリアちゃんのポジションができて、あ、嬉しいと思いました。そう、ユリアちゃんってなりましたなりましたってなりました。嬉しかった。チノスダンスやったことないからわかんないや。ノーウェイマン、ノーウェイマンもね、はい、大丈夫ですね。ノーウェイマン意外と大丈夫でした。あ、これやばいかもしれないと思ったけど大丈夫だった。そう。何をしていたのあなた。何だ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 何ちょ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 衣装かわいいし、
そうやってみたい。まこさんの衣装かわいいと思って見てるいつも。そうまこさんみんな違うじゃないですか、それぞれ形だったりズボンスカート丈みたいな違うけどみんなかわいいけどね、どの衣装もかわいいけど、ペイントはかっこよく見せるのが難しそうだって。まあ確かにペイント英語難しかった。ダンダジェデダデダダンデダダンデデダデダデダデ。でもねフェイントもなんか一回覚えちゃえば、動き方を覚えちゃえば大丈夫だと。そう大丈夫、そうそう。7時12分はだって簡単っていうか7時12分は大丈夫です、これでね。すごい早く覚えられた、記憶がある。懐かしい。懐かしい。抱きしめられた、やったことないな、それは。やったことない。それやったことない曲、まだ結構あるよね、多分。まだ多分 AKB の曲3分の1ぐらいしか多分やったことないんじゃない、多分3分の2ぐらい多分やったことないと思う。純愛のクレッシェンド、あーあでもちょっと難しかった、チャーチャチャーこういうやつ難しかった、チャーチャー難しかった、うんですね。まあ難しいな、難しい。クレッシェンド懐かしい。リセットもやったことない。お、平日は7時18分の電車に乗ってます。だって6分惜しいね、6分違ってあったらもうあの歌よ、7時12分の初恋じゃないかもしれないけど、そう恋がしちゃうかもしれない。ね、そうそうそう。公演曲とかはまだほぼやったことない公演もあるもんね、いっぱい。うん。でもさ、ね、今度のチーム B コンサートでだいぶなんかやったことない曲もやって増えそうな気もしない？だいぶ多分あそこの曲を見た感じやったことない曲も結構あって、だからそう増えると思うね。チュチュチュはだってやったことあるよ、全国握手会でもやったことあるし、あと公演でもやったことあります。そう小松さん公演の千秋楽でやらせて、初めてやらせていただいて、で全国握手会でもやりましたね。そうやったやった。ファシスカロックンロールは AK ビンゴさんであります。そうあるよ、そう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 、あります。難しい。マジスカロックンロールちょうどあいたちのね、そうところに入ってるので、ツアーじゃないコンサートのなんていうんですかね、年代のやつに入って、うわーって思った、懐かしいって。そうガンナカトバなんだっけ、全然覚えてない、始まらねえマジスカロックンロールここで大魔ハローぜみたいな感じ、ショータイム。そうだいぶあってね、111曲だっけ、みんなにも言ったよね、111曲ぐらいありますよねみたいなお話したよね、この間だいぶあった。でもこっから本当にね、だいぶ絞られちゃうって悲しい、全部やりたいよね、111曲全部全部やってみ、やりたいね。再三小姉妹でした。でも次やるなら
松井玲奈さんの衣装着てみたい。AKB ビンゴの時にズッキーが着てた衣装かな。そう、松井玲奈さんの衣装、あれ可愛かった。スカジャンに長いスカートだよね、確か長かったよね。そう、あれ可愛かった。可愛い。ネズミさんも可愛いけど、激辛さんもいい。わあ、そう、なんだろう、そう、この間は、そう、この間でもないけど、その一回披露させていただいた時は可愛いの着たから、逆にかっこいいのも着てみたいって思う。そう、ちょうど髪もさ短くなったからさ、そう、そうそう、短いからかっこいい方がもしかしたらね今はいいかもしれないよね。そうっていう、着てみたいっていうそうです、っていう、そんな感じです。え、かわいいよね激辛さんの衣装。そう、黒、基本なんか黒、全体的にまあ黒いんですけど、でもそれがまたいいんですよ、味があると言いますかまたいい。そう、それが、それがね、でもさ、なるさんが着てたのも可愛かった。なるさんのやつも、そう、セーラー服の長いやつ、そう、可愛かった。あのスカジャンがないパターンかな。そう、もう可愛い。あれ前のも可愛かった。三少姉妹さんのも可愛かったよ、すごい。そう、でもなんかね、今絶対今やったら絶対なんかちょっと違うよね多分あれ長かったからツインテールもできていい感じにできた。そう、可愛くね、そうだよね。でも可愛かった、本当に可愛かった。黒いゴスロリですね。そう、渚さんと姉妹なんですよ。そう、渚さんと2人で三少姉妹だったんですけど、そう、三少姉妹で、そう、嬉しかった。わー、なぎささんと一緒だと思って、そう、嬉しかった。イエーイって思ったでも本当にね、なぎささん可愛いから似合ってた。なぎささん白、白ピンクっていうのかな、白ピンクのね、可愛かった。あゆは黒紫かな。そう、そんな感じで、そろそろ時間ですかね。そろそろ1時間経つかな。いやー、どうですかね、どうでしょう。あと6分くらいだって。じゃあみんな、あと5分ぐらい経ったら教えてください。5分経ったら教えてください。よろしくお願いします。あー、でもいっぱい今日もね、楽しかった。この配信もご飯食べてお話ししてみたいな、なんかご飯会だったねこれ。すごいね、美味しかった。みんなもまだ食べてない方ぜひ食べてください。食べてね。あやちゃんヤンキーやかっこよさそうだって嬉しい。やったね。わーわーっていう急にわーって。ちなみにまたね、夜ドボン配信できたらやろうかなと思う。どうしようかなって今悩んでるところなので、よかったらもしやったら見に来てください。よろしくお願いします。はい、32分までだね。だって今何分なんで、今30分ぐらいかな、分かんないけど。わあ、すごい、3000人超えた、ありがとうございます。すごい、なんか今日だってこれ3回目の配信なんですけど、すごいね。そう、ありがとうございます、いっぱい見に来てくれて嬉しい。
嬉しいです。ツイッターもそわそわやったので、また後で多分投稿するので、ぜひ見てください。見てね、よろしくお願いします。ですです。そう、悩んでる。今日やるかどうしようかみたいな。でも、うん、やる方がちょっと今大きいかも。そう、やる率の方が 60% で、うん、どうしよう、やらない、やれないかもしれないが 40% あるみたいな。そうっていう、はい、そんな感じですね。そう、今日中にちょっとパラダイスの方を一人でもね、パラダイスに、そう、パラダイスにっていう思いがあるから、迷っちゃう。そうそう、迷ってます。はい、そんな感じだよだよっていう。あと3分だって。あ、すごい、みんな細かく送ってきてくれる、嬉しい、ありがとう。パラダイスまであと5回だって。わー、じゃあさ、朝みたいに3時間やったら5回できるかもしれないね。うわー、そんなの来ちゃうと絶対やりたくなっちゃうじゃん。今でちょっと 20% ぐらい増えちゃった。あ、 20% じゃない、 20% だ、 80% ぐらいになっちゃった80% ぐらいに上がったよ。うん、上がった。まあまあ、楽しみに待っててくださいそう、待っててね。トゥ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 。いい、あ、そういえばね、さっきこっちが短いって言ったじゃないですか。で、このさっきね、ここが切ったんですよ。でね、近くにちっちゃいハサミがなくて大きいハサミで切ったら、なんか変な風に切れちゃった変な風に切れたけど、まだ長いっていうね、そうっていう、そんな情報でした。そう、あ、称号愛ちゃんのきらめきに変えたようだって、嬉しい。ぜひあゆの称号で皆さん使ってみてください。よろしくお願いします。嬉しい、あゆの称号、あゆがやってて、あゆの称号使ってる方と会えた時の嬉しさがすごいです。いつも会えたって、イエイって思う。そう思う。あ、31分、あ、じゃあもう、うん、何分に始めたんだろう。32分に始めたのかな。じゃあそろそろランキング発表をしようかな。はい、大きいハサミはやばいって言っただよね。でもね、大きいハサミしかなかったのよ、近くに。そう、13位、しんさんありがとうございます。12位、夏田律さんありがとうございます。11位、犯人はやすさんありがとうございます。10位、スターフラッシュさんありがとうございます。9位、カモンさんありがとうございます。8位、トークンありがとうございます。7位、チーフさんありがとうございます。6位、 YK さんありがとうございます。5位、ギャローさんありがとうございます。4位、カンさんありがとうございます。3位、 NZ さんありがとうございます。2位、サマさんありがとうございます。1位、孫悟空さんありがとうございます。見てくださった皆さんもありがとうございました。1時間経ったかな、ね、経ってそうだね。はい、そんな感じで今日はもぐもぐ、今回はもぐもぐ配信とお話、まあご飯会という感じの配信でしたぜひまた見てください。またよろしくお願いします。はい、そんな感じで、では皆さんも素敵なお昼ご飯を、夜ご飯をお食べくださいお食べくださいっていう。では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 、またまたまた後で、明日、まあ、どっちかですかね。はい、またまたねまたね、バイバイ。ぜひあのドボン配信やるときね、そう、2台持ってるといいかもしれないです。あゆがやるとき、じゃあねー、バイバイ。待って、3500になったらやめようかな、ここがあと50人
3500円になったらおしまいにしたいと思います。あと50人あとあと4人あと4人だ。お待ちしよう。ちょっとみんなただ愛を、ね、眺める配信になっちゃうけどチャチャチャーンチャ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 ンチャ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 ン。固まってるってきた。嘘固まってる。嘘だ。眺めようってきた。眺めよう眺めよう。ちゃ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 んちゃ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 。見てマフラー、マフラーしてるみたいじゃない？ちょっと待って見て、マフラーしてるみたい。髪の置き具合がほらマフラー、マフラー。ああいう中学生以来つけてないや。あ、500人いったそんなことなこんなで、そうマフラーのお話でしたありがとうございました。バイバイ、またね。バイバーイ。バイバーイ。